お正月、俺たちがばあちゃん家行かなかったから今日恋だってよ。じゃあ今日はお正月の代わりってこと？まあでもそういうことならごちそうを作ってくれてるんじゃないか。ステーキとか焼き肉とかしゃぶしゃぶってことね。それならまあ言ってあげてもいいわよね。っておいおい、なんだよこれは。ばあちゃん、俺たちの好きなごちそうはないのか？嫌いなものばっかり。おせちなんて食べる気しないぜ。太郎ちゃん、お正月は神様にいつもありがとうございます。神様のために料理を作りました。今年もよろしくお願いしますという思いを込めておせちを作って、一年の最初にみんなでお祝いして食べるんだよ。そんなのどうでもいいから、それよりステーキとかが食べたいよ。私も美味しいケーキが食べたいわ。花子ちゃん、甘いものが食べたいならこの栗きんとんはどうだい？栗きんとんなんて言われてもどれだかわかんないわ。この黄色に炊いたさつまいもと栗だよ。キモ、嫌だ。そんなダサい食べ物私には似合わないわよ。そうかい、栗きんとんには財宝の意味もあるんだけどね。ただの芋とか言われても興味ないんだよな。他に美味しそうなものはないのか？だってお寿司はどうだい？お寿司？やっぱりお寿司といえば大トロよね。どれどれ、やっと食べる気がしてきたわ。これエビはわかるけど、この緑の何？これがお寿司？トロは？ウニは？イクラは？こんなの寿司でもなんでもないじゃんか。そんなこと言わずに、せっかく作ったんだから食べておくれ。もう豆とか昆布とか全然嬉しくないし、テンション下がっちゃう。おせちには一つ一つ意味があるんだよ。その黒豆も豆には真面目や健康という意味があるから、真面目に働いて健康に過ごせますようにという意味なんぜよ。じゃから一口でも食べてみたらどうじゃ？もうばあちゃん、こんなもの食べたくないって言ってんだろ。じゃあ片付けるとしようかね。なあばあちゃん、退屈だからなんか面白い DVD とかゲームとかないのか？漫画でもいいからさ。ごめんよばあちゃん、何にも準備してなかったから何もないんだよ。どうする、花子、もう帰るか？ちょっと待っておくれ。蔵にいいものがあると思うからちょっと取ってくる。待ってておくれ。お、ばあちゃん、それならそうと早く行ってくれよ。そしたら俺たちこんなにイラつかなかったのに。ねえお兄ちゃん、ばあちゃん家の蔵にあるものってなんだろうね。蔵にしまってあるものだから、金とかで作ってるおもちゃとか。キラキラなおもちゃなら私たちにぴったりよね。おお、あったあった。これならあの二人も喜んでくれるだろう。おーい、花子ちゃん、太郎ちゃん、来てごらん。なんでなんで、一体どんなものなんだ？ばあちゃん、これなんだ？まさかこんな汚いもので私たちに遊べって言うの？ありえないんだけど。それは
ばあちゃんが小さな頃から遊んで。ばあちゃん、そんなのいつの時代の話だよ。こんなガラクタで遊べたなんて本気で思ってんのかよ。蔵から持ってくるって言うから、もっとマシなものを想像してたのに、マジがっかり。これはこれで楽しいと思うから、ばあちゃんと一緒に遊んでみない？あ、ちょっと待てよ。ここでばあちゃんの機嫌を取っておけば、後から小遣いくれるかもしれないな。わかった、ばあちゃん、一緒に遊ぶか。お兄ちゃん、どうしちゃったの？バカだな、花子。ばあちゃんの機嫌を損ねたら小遣いくれなくなるかもしれないだろう。なるほど、やっぱりお兄ちゃんあったまい。それを誰だと思ってんだ。田中太郎様だぜ。さあばあちゃん、行くぜ。二人が気に入ってくれてよかったよかった。どうせ遊ぶなら公園にでも行くか。どこでもいいぞ。あれ、あれは田中のばあちゃんと太郎と花子、三人でどこに行くんだろう。さあ太郎ちゃん、そのタコをあげてみておくれ。俺ばあちゃんの機嫌取りで来ただけだから、別にタコあげがしたいわけじゃないんだよな。ばあちゃん、ここじゃちょっと狭いから、俺広いところでやってくる。待ってお兄ちゃん、私も行こう。なあ花子、このタコあの木の上にくくっちまおうぜ。そしたらばあちゃんも遊ばなくても納得するだろう。今日のお兄ちゃん冴えまくりだね。だから俺を誰だと思ってるんだ。田中太郎様だぜ。いい感じじゃない。あの二人あんなところに登って何やってるんだろう。っていうか田中のおばあちゃんはいないの？よし、これでいいだろう。ばあちゃん、ばあちゃん、ちょっと来てくれ。どうしたんだい？大変だ大変だ、タコが木に絡まったからもう遊べないで。あれあれ、なんとも高いところに。じゃあばあちゃんが取ってきてやるから、ちょっと待っておくれ。いやいや、あんなボロいタコを捨てればいいじゃん。絶対取れないんだし、ほっといて帰ろうよ。二人は先に家に戻っておきなさい。ばあちゃんはタコを取ってくるから。いやいや、どう考えても無理だろ。うわー寒い。どうせばあちゃん諦めて帰ってくるだろうし、先に帰ってようぜ。そうね、寒い寒い、帰ってこたつで温まりましょう。あれ、田中のばあちゃん見当たらないなって。ちょっとおばあちゃん何してるの、危ないよ。おやおや、ひーちゃんではないか。孫たちがタコ揚げをして遊んでたら、ここに絡まって取れなくなったみたいだから、私が取ってやろうと思ってね。さっき田中兄弟が引っ掛けてるように見えたけど。だけど危ないから、私が代わりに取ってきてあげるよ。よいしょよいしょ。あれ、何これ、めちゃくちゃ絡まってて取れないよ。おばあちゃん、諦めた方がいいかも。取れそうにないかい。うん、ほんとすごい絡まってたから、ハサミとかで糸を切らなきゃ無理かも。ごめんねおばあちゃん、役に立たなくて。いやいや、ありがとうね。もう大丈夫だから、ケイちゃんは早くお帰り。おばあちゃんも早く帰りなよ。それじゃあまたね。うん、ありがとうね。もしかして田中兄弟、あれわざと引っ掛けたんじゃないの？あの
二人ならありえるよね。だけどおばあちゃんなかなか諦めなかったけど、本当に諦めてくれるのかな。心配だし、やっぱり一緒に帰ろうって言いに行こう。おばあちゃん、あれいない。おばあちゃん危ない、早くタコ離しなよ。わかっとるんじゃが、これは大切な思い出のあるタコなんじゃ。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん大丈夫？しっかりして。タコはおばあちゃんがちゃんと持ってるよ。待ってね、今救急車呼ぶから。なんだなんだ、救急車がいっぱい走ってないか。なんか公園の方に行ってない？滑り台から落ちた子供とかが怪我でもしてんのかな。わかんないけど、私たちには関係ないし、早く帰ろう。お兄ちゃん、そうだな。ひえちゃん、心配かけてすまなかったね。そんなことより大丈夫なの？ちょっと落ちて打ったみたいだけど、ほらこの通り大丈夫じゃ。おばあちゃん、無理しちゃダメだよ。そうですよ田中さん、無茶なことはしないでくださいね。今回はたまたま打ち身で済みましたけど、骨折したりとかもあるんですからね。すみませんね、年がいもなく高いところに登ったりして。そうだよ、なんでそこまでしてこのタコを取りたかったの？このタコはおじいさんが作ってくれたタコなんじゃ。え、手作りなの？じいちゃんの手作り？わしは小さな頃体が弱くて、じいさんが新年が来るたびに健康になるようにとタコをあげてくれていたんじゃ。だからじいさんとの思い出がタコにはたくさんあっての。大切なタコだったんだね。なのに太郎が木にぐるぐる巻きにしたりして、ほんと許せない。ケイちゃん、太郎も悪気があってやったわけじゃないと思うから、怒らんでやってくれ。ばあちゃん、俺がわざとやったのを気づいてたんだ。お兄ちゃん、静かに花子帰ろうぜ。え、おばあちゃんの様子を見に来たんじゃないの？おばあちゃんが運ばれたって聞いて、私のことを置いてくぐらい急いで来たのに。ああ、Kのやつもいるし、ばあちゃんも元気そうだし、早く帰ろうぜ。うん。ねえおばあちゃん、このタコとか他にも昔遊んでたものとか借りてもいい？なんか楽しそうだからみんなで遊んでみたいんだ。いいとも、いいとも、使ってもらえると私も嬉しいしね。じゃあ借りていくね。それじゃあおばあちゃん、ゆっくり休んでね。何から何までありがとうね。皆さん、今日は田中のおばあちゃんに貸してもらったおもちゃを使って昔の遊び体験をしていきましょう。はいはい、俺実はけん玉が得意なんだぜ。じゃあ私たちはこのコマを使ってどっちが長く回ってるか勝負しよう。いいよ、せーの。あれ、うまく回らない。あれはばあちゃんのおもちゃじゃないか。あ、お兄ちゃん見て、おばあちゃんがこっちに来てるよ。ほんとだ、怪我はもう大丈夫なのかな。私たち、おばあちゃんに謝った方がよくない？俺たちは何もしてないから、謝る必要なんかないぞ。だけど田中のおばあちゃん、もう大丈夫なの？もう大丈夫じゃよ。みんなが遊んでる姿が見たくて来てしまったんじゃ。田中のおばあちゃん、今日は大切なおもちゃを貸していただきありがとうございました。コマで遊ぶとかなかなかしたことなかったけど楽しかったです。
です。昔は今のように物がいろいろなかったから、お正月にみんなが集まると必ず駒回しをしたもんじゃ。なんでお正月に駒で遊ぶの？駒はまっすぐに自立して回るその姿から、物事が円滑に回る、お金がよく回る縁起物として正月遊びの定番になっていったんじゃよ。昔の遊びっていろんな意味が込められてるんだね。そうじゃよ。ゲームとかも楽しいじゃろうけど、こうやってたまには昔の遊びをしてみるのもいいもんじゃないか。うんうん、ルナにとってはこっちの方が楽しいじゃ。じゃろ。おや、太郎ちゃんに花子ちゃんいたならこっちへおいで。なんで俺たちが行かなきゃいけないんだよ。この前はあんなことになってしまったけど、もう一度ばあちゃんと一緒に遊んでくれんかの。おばあちゃん、ほら一緒に。あいたたたた。ばあちゃん大丈夫か？ああ大丈夫じゃよ。お前たちが楽しそうにしてるのを見ていたら元気が出てくるよ。ばあちゃん、この前はごめんよ。ばあちゃんがせっかく作ってくれたおせちを全然食べなかったり、大切なタコをぐしゃぐしゃにしたりして。ほんとごめんなさい。おばあちゃんが怪我をするなんて思ってもなかったの。太郎ちゃんと花子ちゃんが悪いんじゃないよ。あれはばあちゃんの不注意だったんじゃ。二人が怪我をしたんじゃなくて、よかったよかった。ばあちゃん、ごめんなさい。本当にごめんなさい。田中兄弟は反省して、もっとおばあちゃん孝行しなさいってみんな